JR 津駅。鈴なりになった客待ちのタクシーがいつもの光景です。私はもうお金もないんで、自分でおにぎり握って持ってきて食べてますけどね。まあ車の中で食べたら美味しいことはないです。冷たいですし。ドライバー歴18年、原克彦さんもいつ来るのかもわからない客を待ち、仕事時間の大半をここで過ごします。ほとんど働いている価値がないから、ただ時間拘束しても売り上げなかったらゼロやから、10時間駅におったって2軒や3軒で2000円ぐらい売り上げたって生活できへんのやからね。原さんの先月の稼ぎは5万5000円ほど。1ヶ月のうち17日、1日10時間働いた結果です。どうでしたか原さん今日は？よくないです。この日も朝から晩まで働いて、お客は8組。ここ最近ではまずまずですが、短い距離ばかりで上がりは1万4000円。そのうちの半分が会社の取り分です。今月7日、東海地方でいち早くまん延防止措置が解除された三重県。少しずつ街に人は戻ってきましたが、夜の繁華街でお客を待つドライバーからは、明るい話題は聞こえてきません。変わりません。やっぱりみんな家飲みが多いんちゃいますの。まだ企業さんが動いてへんもん。だって企業さんが乗らんことには県庁関係とかね。やっぱり皆さんまだまだ感染者の数が多くて、そこまでちょっとまだそういう飲みに行ったりする気にまだなってないですよね。まだ新型コロナの大きな影響を受けたタクシー業界。三重県内のタクシー会社全体の昨年度の売り上げはコロナ前と比べ24億円も下がりました。やってきたで。原さんの自宅は 3DK、 家賃1万2500円の市営住宅。家族3人、肩を寄せ合って暮らしています。ほんますごいひどい状態になったことがあって、本当に働く探せって主人も言ったぐらいで、だから私も探すわと思って。1日12時間働いて2000円ってありえます？吉本の芸人さんのあれだとほぼ変わらんよ。だからコロナで翻弄されました、私ら家族は。妻さと子さんがお嫁に来てくれたのは、生まれ故郷大阪の冷凍食品会社に勤務していた30年前。職場結婚でした。バブル景気にあやかり構えた自慢の一戸建て。この頃は明るくまっすぐな道だけが見えていました。ところがバブル崩壊で生活は一変、収入は激減、ローンだけが残りました。シフト替えで家のローンの支払いができづらくなってきたんで、もうこれ諦めた方がいいなと思って家を処分して。一人娘のまなえさんを授かったのは42歳の時でした。大阪を出た後は広島県でタクシー運転手として働き、3年前まなえさんが津市の短大へ進学するのをきっかけに家族で三重に移り住みました。とてもなんか大変そうだなっていうのを感じて、自分だったらしたくないなってとこは正直あります。私にはできないことなんで損です。お世辞でもテレビことだもんで嬉しいわ。新しい暮らしを始めて
わずか1年で新型コロナに覆われた生活。原さんの心もとない稼ぎだけではやっていけず、1年前から妻さと子さんも病院の配膳係として働き始めました。先が見えない中、この春娘真奈さんが短大を卒業します。それからも自分で安いのを選んで段取りしとったから、やっぱり金お金のかかる部分あるから、出せるもんやったらね、出してあげたいし、ね、本人の似合う色もあるやろし。原さんは袴のレンタル費用を工面することができませんでした。誕生日は3月末なんでね、もうまとめてなんかあげれればあげたいねっていうのはあるけどね、うん、父親らしいことをしてやりたい、それが今の原動力です。流し営業と常連客からの呼び出しで成り立っていた広島時代と違い、三重のタクシーは町が基本。いいですか？はい、閉めますよ。はい、豊山病院のところ左に曲がったってことです。はい。もっと綺麗にしてこればよかったわけない。いや、化粧しなくても十分若くて綺麗ですよ。ダメダメ。気に入ってもらえれば次につながると、苦手な営業トークも頑張りました。はい、ありがとうございます。またお願いします。明日は真奈さんの卒業式です。なんか変なもん入っとるわ。おお、こんな、あ、なんかゴミやろか。はい、ポイ捨てこ。はい、卒業おめでとう。ありがとう。箱が来ちゃうか。中身が出てきたか。14,400円の腕時計、それと3,200円のネックレス。社会人になったら、あの時間はちゃんときちっと守って行動できるように、うん、それが一番大事やから。まあテカテカに光ってるから、本物か偽物か、見たらわからん。いちいち気に小さいこと気に留めてぐちぐち言っててもしょうがないから、前だけ見て生きろ、うん、100万200万のダイヤモンドの宝石よりも綺麗に光るから、あなたが光らせられると思うから。感謝の気持ちもいっぱいですし、必ず大事に出したがいいようにします。今してあげられる精一杯を形にしました。今日も原さんはいつも通り駅前に。お昼ご飯はやっぱりおにぎり。でもこの日のおにぎりはちょっと特別です。今日はあの気が向いたのか子供が握ってくれとったが、大きすぎて味が薄くて形がいびつやから、ね、まだまだ合格点にはならない。まあでもその気持ちだけ嬉しいですよね。まあね。タクシードライバー原克彦さん、今は長い長い待ち時間の途中です。